どうもナウチンです。さあ今日はメガトン級武蔵やっていきます。11月の11日に発売なんですけども、事前にレベル5様よりダウンロードコードをいただきました。ありがとうございます。それでは早速始めていきましょう。はじめからいきます。そこにあることが当たり前だと思っていた。なんとなく過ぎていく穏やかな日々。毎日目にしている街の風景、繰り返される日常につまらないと感じられることの幸せ。人は失って初めて気づくんだ。何の変哲もない日々の大切さに。西暦2118年、外宇宙からの来訪者ドラクターの侵略によって、人類は 99.9% の人口を失った。地球には新たなコアが設置され、異星人による環境改善が行われた。ドーナツ地球、誰がそう呼んだのか。未来を失った人類を象徴するかのように、それは宇宙に浮かんでいるのだ。武蔵は地球の技術を結集して作られた最強にして最新鋭の機体よ。最強の機体が、最強の俺にぴったりじゃねえか。無駄口はいい、説明を聞きなさい。えいえい。武蔵の操縦は3人で分担して行うわ。俺一人でも十分だって。今のあなたたちでは一人で全システムのコントロールは不可能よ。ヤマト君のコックピット1は全体の動きと攻撃システムのコントロールを行うわ。あえよ。リュウゴ君のコックピット2は防御システムとパワーマネジメント。要は身の守りと力配分ってことだな。理解したぜ。テル君のコックピット3はレーダーシステムと戦術コンピューターの担当ですよね。ええ、その通りよ。お任せください、ミナミさん。武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメータ、サイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。行こうぜ。ここから地球人の反撃だぜ。移動システム起動、戦闘システム起動、メインフレームモードスキャニング。パワーチャージャー異常なし。上昇値50、60、70、まもなくチャージ完了。戦術コンピューター、戦場位置確認、地形マッピング形成、付近に敵影なし。坊やたち、駆動システムのチェックとして武蔵を歩かせてみるんだよ。やってみるぜ武蔵。お散歩するぜ、こっけ武蔵。こちら武蔵。よし、では行きましょう。イブシ隊長、大丈夫ですか？どっちか。ああ、これが敵か。お前が武蔵のパイロットだぞ。部隊を退却させてください。ちょっと待って。あとは俺たちやります。やり方、何を言っている。一気であれだけの敵を相手にするというのが。結構多いな。おいおい、正気か。ちょっと待って、武器はまだ変えれないのね。これは無理ゲーだろう。確かに。オッケーオッケー。とりあえずガードと攻撃だけ分かれば、まあなんとかいけるわ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、みんな必殺技みたいなのもまだセットされてないのね。常識だぜ。敵へ高速で接近中。まだなんかする。早速おいでなすったぜ。フォトンリボルバー展開。やばい、これ戦闘めちゃくちゃ面白いよ。出すよ。行くぞ。どこどこ。武蔵、これ何、新武器。
ああー、はい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 、なるほど。ちゃんとリロードもするのね。これ何？あ、なんかアイテムだな。次、アイテムとかは全然取っていった方がいいんだよね。初めてにしてはいいんじゃない？上手。なかなか使わない方がいいね。わかった。あ、そういう必殺技みたいなのがあるね。まだ敵の反応がある。お、すげえ。潰してやる。このパンチを使うぜ。すごいね、ラッシュ結構強い。はい、勝手な行動は今日はできない。待って、敵多い。現場判断でやらせてもらう。敵多いな。あなたたちがこちらの判断に従って武蔵を動かす中枢はこちらなの。南さん、ここは一つ山田に任せちゃどうだろう。私たちはあリロードだ。私たちの隠された才能にかけたんじゃなかったのかい。これはアイテムか。まだいる。メガトンパンチ、メガトンパンチ、シークレットパンチ。ああ必殺技スタイル。メガトロンチャージャー始動。まだライバーメタルサック展開。チャージ中だ。エネルギー充填開始。タキオンフィーダーオン。エクスプロージョンコア転換。バイトアームジェット噴射。メガトンパンチレディ。R1 と OK。うん。あ、なるほど。フィールドに入るとダメージが上がったりするのね。試合。メガトンパンチ。どんな感じ？ブッター、ターゲットインクルーダー攻撃照準、ブースター解放、ボルテクスチャージャー接続。めちゃめちゃダメージある。とんでもねえな。でしかも結構な感じで使えそうよね。結構な感じで危ねえ使えるわこれ。まあ、相変わらずゴリ押しだな、ヤマト。もうゴリ押しだよ。どんな手を使おう。勝ったが勝ちだ。じゃあ、この子たちやるじゃないか。敵が武蔵の性能ですよ。ああ、リロードが。厳しいこと。こいつがメガトン。結構強いか。よっしゃ。今の敵が。俺たちも負けてはいられねえ。分散した敵を確保撃破だ。オッケー。落として。あとは切るみたいな。あ、いや。完全にこれを銃で戦った方が空のやつはいいわ。ダメージが全然違う。オートエイムなのがいいよね。エイムが下手な俺にしてはめちゃくちゃ嬉しい。次どこだ。来た。よし、よっしゃ。当てれる当てれる。フィールドに入った。まだいるね。あ、いたいた。あ、地上のやつは全然近接だ。ダメージがで一回戦闘が終わるごとにチャージしていった方がいいね。リロードはしっかりやっていこう。どこ。うん、なんかもうちょっとこうなんだ、集中のやつに有効なさやつないの。あ、あ、一応ジャンプ攻撃もあるからこれでもいけるってことね。あ、いってメガトンパンチ。メガトンパンチ。結構飛ぶぞ。多い多い敵多い。もう終わり？あ、違うな。これでけえやつだ。まあ、チュートリアルのボス的なやつだな。サクッと倒しちゃおう。メガトンパンチ2発目で倒せるんじゃないの？テラーショ排除する。いいぞ。強いぞ。合体したのか。合体じゃない。ユニット再構成融合。あいつらの科学力は地球の数字。ああ、待って、メガトンパンチがまだ使えない。数百メートル先を行っている。ヤマト、危ねえ。融合型を叩くぞ。なるほど。シェア。インディッシュミッツ。ダブルブレードを使う。ヤマト、ダブルブレードは近距離武器だ。
あの融合型に接近して攻撃するつもりか。ここは遠距離で狙う撃。遠距離で狙えって？勝手に切れんなよ。戦いはフィーリングなんだ。いや無理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 。遠距離で戦えない。来た。新技。いけ。オラオラ。そこそこのダメージだ。おーい。あぶね。あぶねえ。食らった？食らってないね。よし。メガトンパンチ。よっしゃー。結構ダメージ与えれる。よっしゃ。ピンダイブ。よし。あぶねあぶねあぶね。はい。いくぞ。ちょっと武器変えれないのかい。振り潰してやるよ。変えれないか。で、どう操作するの。あ、普通に攻撃すればいけるんだ。いやいい。潰してやるよ。ヤマト、こいつを完全粉砕するには、いやいや思った以上に誘爆させる必要がある。以上マイナス804エグゼキューエクスプレス、うん、あ下げる。やべ。エクスブレイク丸の方か。やばい、やばい、あぶね。こっちまずメガトンパンチで、メガトンパンチ削る。あった、ぶっ殺す。いや無理がったか。ちょっと待って。ああ一効果いける。発射エクスブレイク。おお、ものすげえダメージだ。よっしゃ勝ち。うわあ、いや難しいな。難しいけど、慣れればいけるわ。避けるのが結構難しい。思い知ったか。取っとけ取っとけ。母ちゃん、やったよ。お、なんか倒すといろんなパーツみたいなのが手に入るのか。はい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 、片手武器に銃、そして体験みたいなのもある。ほうほうほう、倒して装備品を、あ、手とかね、そういうパーツも増えていくって書いてあったもんな。なるほど、これはいろんなものを集めたいね。はい、ということでここまでがチュートリアルなのかな。はい、戦闘が面白いし、武器とかを集める楽しさっていうのも、これはね、いい感じになってると思う。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。